親指牛太郎の生駒大好きギューギューギュー。さあ始まりました、 MC の親指牛太郎です。はい、そしてアシスタントパペラベティの涼香と、はい、あれ涼香ちゃんどうした、なんかついてんだよ。あ、ちょっと取ってもらっていいですか。すいません。何これ。おう、ノメック製のドラゴンボールよ。ええー。通信中や、ラッキー。通信中、ラッキー。そうそう、ラッキーみたいなもんでしたっけ、これって。そう、ドラゴンレーダーのアプリでここら辺にあるっていう。アプリ出てんねや。一個マサしてた。はい。あります、はい、通信中ですか。なんで知らんのね、ドラゴンボール。ドラゴンボール知らないんですけど。ラッキー。ラッキー、ラッキーですね。ラッキー。ふくふくだです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。呼んできていただいて、はい、わざわざこ。もうごそぐらありがとうございます本当にも前回も用意してたんです、ね、そうですよ。おんおんすか流れが。なるほど、流れが。だからあのどんな流れになってもいいようにオープニングでねじ込みました。なるほど、なるほど。ありがとうございます。本当にありがとうございます。さあ今日は、はい、今日はですね、はい、生駒駅前にあります、はい、まあ、商店街やらに、はい、最近新しいカフェがたくさんできているらしいので、生駒カフェですか。おしゃれなカフェが増えてるらしいですよ。はい、なのでちょっと最新カフェ事情をね、はい、探れたらなと思っています。ちょっとカレー以外で、はい、やってきました。飲食店行くのが、はい、カフェ久しぶりです ね, ね前 ね, ねスコーンのお店行きましたけど、そうそうそう、久しぶりのカフェでございます。ちょっと楽しみでございます、はい、さあじゃあいつものコーナー行きましょうか、はい、やりましょう。生駒市のイベントを紹介していただきます。生駒市障害学習施設エグゼクティブプロデューサーの木山さんです。はい、こんにちは。どうぞ。こんにちは。いやーもう、ね、あれなんか晴れやかな、うん、8月ですよ。はいはい。8月、佐藤輝明の季節がやってきました。やったね。もう、ね、春から4月、はい、5月、6月と、はい、調子が出なくて、ね、もう三振ばっかりして、ね、人間落ちも2回もしました、うんうん、でも、暑くなってきて本格化しました。あら、絶好調でございます。お、そうですよね。今日は8月7日、もう今日からの立秋でね、はい、もう秋なんですけども、もう夏は終わりません。ここからですね。暑いですよ。生駒も暑い、ね、暑い、はい、イベントが盛りだくさんでございます、はい、はい、まず伊藤優チェロリサイタル、これ前もね、はい、お伝えしました生駒出身のチェロの、はい、演奏者でございます、はい、あの世界をまたに活躍してるんですけども、うん、今度生駒で、チェロリサイタルということで初のソロリサイタルでございます、はい、9月の14日土曜日、2時開演でございまして、北コミュニティセンターイスタ羽ばたき、前売り3000円、当日3500円で絶賛発売中でございます、はい、もう売り切れ近いということで、うん、はい、急いで、お買い求めくださいませ。吉本新喜劇、はい、65周年記念ツアーということで、9月15日竹丸ホール、伊藤優くんの翌日ですね、はい、はい、行います。当日前よりとも6500円、ちょっと高いと思うでしょ、はい、あの行くまでやるには、うん、でもねメンバーすごいんですよ。狭間寛平さんに酒井愛、うん、座長として酒井愛ちゃん、はい、で石田康さん、うん、池野めだかさん、道康江さん、高井俊彦さんという豪華メンバーの新喜劇、はい、なかなか NHK でもこれだけのメンバー集まった新喜劇がありますから、ね、ね、またバラエティー、はい、ネタの方も、うん、村上昌司さん、はい、シャンプーハットさん、はい、ロザンさん、うん、笑い飯さん、うん、ミルクボーイさん、おすごいメンバーチャンピオンが2組も、はい、すごい、他のメンバーもすごいです。です、ね、うん、これだけの豪華メンバーが1個まで来ますんで、うん、もう絶賛発売中で、間もなく売り切れるかもしれない、ね、いや、そりゃそうです、ね、はい、ですから急いで、お買い求めくださいませ。はい、ファニーチケット、そして、生駒障害学習施設の窓口で絶賛発売中です。はい、はい、お急ぎくださいませ。せせらぎ名画鑑賞会ということで、はい、これ毎年せせらぎと羽ばたき、交互にやっております、はい、昭和の名作映画を 35mm フィルムでということで、はい、やっております。今年は9月28日29日土日の2日間です。喧嘩エレジー独立グレンタイという岡本喜八監督、鈴木清純監督の名作、はい、そして2日目を鈴木清純監督と岡本喜八監督で東京流れ物、はい、日本の一番長い日本の一番長い日というのはね、ポツダム宣言を自宅する、はい、天皇陛下の玉音放送というのを流れたんですよ、はい、あの8月15日の終戦記念、はい、それを全国民が涙を流しながら聞いてたという、その玉音放送をめぐる
物語、うん、この1日この漁港放送を絶対させないという一部の人たちもいて、あ、なるほど、はい、それがまあ、あのすごいドラマがあって、うん、三船敏郎さん以下すごい豪華キャスト、28、29、2日間たったの500円で投資します、はい、2日連続投資券で800円、うん、こんな安い料金で、名作を楽しめるという機会、うん、ぜひお見逃しなく、はい、はい、次は落語でございます、はい、せせらぎて、桂文座奮闘落語会、はい、その4ともう4回目になります、はい、文座、桂文座さんと林家染崎さん、月亭修斗さんという3人でお送りします。文座さんもうたっぷり2席、はい、本格落語を演じていただきます。10月の5日土曜日14時開演、南コミュニティセンターせせらぎで、入場料たったの1000円でございます、うん、絶賛チケット発売中ですので、はい、ぜひお買い求めくださいませ。秋川雅文さんです。はい、知ってますでしょう、千の風、はい、その秋川さんのコンサートがございます、うん、前ねコロナで中止だったんですよ。お、はい、予定してたんですけども、それをようやくスケジュールが、なるほど、取れまして、竹丸ホール大ホールで11月の3日、はい、はい、前より4000円、当日4500円でやってますので、秋川さんの歌をたっぷり、聴いていただきます。よろしくお願いいたします。はい。はい。はい、そして羽ばたきミュージックサロン、はい、北コミュニティセンター石田羽ばたきで、行っておりますコンサートでございますね。今度ハワイの風に誘われたということで、はい、うん、まあハワイアンを、うん、楽しんでいただきましょう。出演はコクヘッドボーイズ、フラダンスをハウラ高見バイオレカ何という、ウクレレをピオウクレレアンサンブルという、まあ、ハワイアンのメンバーでお送りします。日程は11月17日日曜日、開演は14時でございます。はい、北コミュニティセンター伊勢羽ばたき、入場料は1000円で発売中です。これは講座のお知らせです、はい、楽しいジャズダンス教室、初心者も楽しく学べるジャズダンスと、いうことで、北コミュニティセンター伊勢羽ばたきで10月の9日から、半年間、月に2回ずつやっております。はい、これも好評でどんどんメンバーが増えていってるそうで、はい、はい、申し込みも早めにお申し込みくださいませ。申し込みは9月17日から22日ということになっております。よろしくお願いいたします。はい、はい、そして、同じく生駒市障害学習施設各施設で健康系講座もまた10月からのクールが始まります。はい、ヨガ講座とかピラティスとか、いろいろございますので、詳しくは生駒市のホームページで、ご確認くださいませ。はい、はいはい、そして芸術会館魅力では、絵の講座が、3つスタート、また10月からします。はい、初心者のためのモデルデッサン、楽しくておしゃれな水彩画、ゼロからのデッサン入門ということで3つの講座始まります。それぞれ、芸術会館魅力のホームページで、確認していただくと詳細が出ております。はい、さあ、はい、こちらピックリ通りを、生駒の駅から抜けてきた一番奥ですね。はい、南側になります。はい、お店がこのこちら側にあるそうなので、はい、ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょうか。はい、いやもうまさかこう、ピックリ通りをこう、はい、横断っていうの、はいはいはい、できるとは思わんかったわ。どういうことですか。いや、ピックリ通りをこの短期間で2回も。いや、ほんまですね。ね、最近ようお世話になってる。ようお世話になってます。ピックリ通り、ピックリ通り、カフェは…え、ピックリ通り、ピックリ通り、ピックリ通り、ピックリ、クリックリ、知らないですね。知ってますよ。クリックリのやつですか。知ってる。いや、知ってますよ、浜田さんのもちろん知ってますよ、それ届いてますよ。知ってます、知ってます、知ってますよ。あら、これじゃないですか。あ、ほんまや。あら、生駒っぽくね。おしゃれな、おしゃれやな。生駒ハニー&カフェさんですね。へえ、かっこいい。あの、なんていうの、あ、アメリカチックっていうのかな。そうですね。いや、イギリスチックかな。え、いや、生駒だね。生駒なんですね。行きましょうか。はい、行きましょう。そうそう、ジョジョも、おしゃれな、いいですか。どう、
か、すいません、あ、お邪魔します。あら、かっこいい、おしゃれ。香りがもう、ほんまや、すごい。今日お邪魔します。お邪魔します。はい、親指ゆうたろうと申します。アシスタントペラベティのりょうかです。お願いします。店長さんで、はい、そうです。あら、お若いですね。そうですね、20代です。20代。なぜこの場所でこういうカフェを、もともと就職福岡にしたんですけど、福岡で蜂蜜の仕事をいろいろして勉強して戻ってきたっていう感じなんですけど。店長さんじゃオーナーさんやんですか。そうです。え、自分のお店です。すごい、すごい。え、めっちゃすごい。もうごめんなさい、見た目で勝手に雇われてんやろ。ねえ、聞き方がずっとそうして。すごいですね。え、ここのそのお店のこれがその、はちみつ？はい、奈良の蜂蜜っていうのを売りにしてます。奈良県の蜂蜜なんですね。それはその福岡でその勉強して、はい、蜂蜜の勉強は福岡でして、はい、こっち帰ってきてからは全然あの蜂蜜のなんていうんですか、コネ的なものとか、うん、つながりは何もないので、うん、一軒一軒養蜂家さん回って直談判したっていう感じです。めっちゃすごい。え、なんでとか気になるのが、その福岡でなんでその蜂蜜の勉強を、はい、もともとは学校の教員してまして、全然違う仕事やったんですけど、そこからちょっとコロナがあって、うん、学校の経営が傾いちゃったので思い切って転職しようと思ったのが蜂蜜やったんですけど、結構九州とか福岡って蜂蜜とか養蜂激戦区なので、結構養蜂盛んなので、あの蜂蜜の会社っていうので、せっかく福岡あるしなと思って蜂蜜を。え、めっちゃ多いやん。難しいところに飛び込みに行ったわけですね。はい、絶対そこでしかできんかなと思って。しかもね、教員じゃその髪の毛も無理っすね。できない。ちゃんと黒でやってました。あ、やってた当時はね。めっちゃ、すごい。でも蜂蜜を使って、はい、どんな、その、まあ言ったら売りというか、うん、はい、看板メニューみたいなものってあったりします。蜂蜜の一番よく出るのはやっぱドリンクのハニーラテとかレモンスカッシュで、全部うちは砂糖を使わずに作ってるので、うん、全部甘さは蜂蜜で出てます。この3つがよく出ますね。すごい内装もおしゃれでね、かっこいい。これ蜂蜜売ってるっていうことなんですかね。はい、瓶売りもしてますし、量り売りもしてるので、近所の方とかはもうタッパー持ってきて、ここにこんだけ入れてっていうふうに、私のお豆腐屋さん方式で。はぁ、なるほど。結構多いですね。もう蓋も持ってこやんと、もうタッパーだけ、もタッパーだけ。へぇ、じゃあ、なんか炒めてもいいですか、なんかおすすめを。じゃあ、はい、いいですか。はい、アイスクリームは蜂蜜で作ったアイスクリーム、美味しそう。トースト、チーズトースト、あらー、お出ししたいなと思います。 あ、 ありがとうございます。最高です、ありがとうございます。はい、楽しみ。あと喉も渇いたな。ちょっとね、家に青葉があります。あ、僕も家に青葉、これの青葉。お待たせしました。ハニーラテですね。ハニーラテ、ハニーラテ言ってください。いいんですか、美味しそう。混ぜてから、混ぜてから。はい、ハニーロード。あー、そうです、そうです。おー、なるほど、ハニーラテ。これはラテに蜂蜜ってことですよね。まあでも砂糖の代わり、シロップの代わりですもんね。どうしようということですか。牛乳とエスプレッソと蜂蜜。蜂蜜。ではハニーラテいただきます。あ、どうですか。ああ、でも全然違いますね。え、ガムシロとは違う。全然違います。へぇ、口の残り方が全然違います。なんかやっぱ甘ったるくないですよね。さっぱりしてるけど、でもちゃんと甘いんですよね。美味しい。ちょっとよだれ出てるもん、俺。こちら、あ、用意してないんかい。こちら、じゃん、星4つです。なるほど。よいしょ。ここで、ここで通信中が。ブラボー、ブラボー。ありがとうございます。ちょっと用意したね、これ星4つ。はい、オープニングがカットできなくなりました。いいですね。あ、でも大事やんな、星4つ。星4つです。え、3つじゃないんや。そう、福田に言ってください。いやいやいや、そんなない。何より、めちゃくちゃ美味しいですよ。3つより上の4つってことですね。そういうことです、天井越え。
レモンスカッシュ。あー、おいしそう。いいですね。夏ぴったり。混ぜて飲んでください。はい。爽やか。ちょっと嬉しいな。見た目も映えますね、やっぱり。うん、綺麗。いただきます。あ、はちみつレモンのええ味。うん。香りやわ。これマスカチーズトースト。キュウやわ。ギャー、これはこれはうまそうや。やばい。ちょっと食べて。いいんですか。うわ、切ってちょっと、じゃあ俺ももらおう。いや、はい、一緒に食べましょう。これハチミツとんまりかかってますよ。すごい。いや、あのさ、そんなチーズ乗ってんその端っけなんて真ん中ザクって切られる。自分の席、大人が自分の席。なんでそんな端潰すねん、お前。すいません、何を。こう、ガバってこう、これしようや。これね。おいしそう。ハチミツの香りがすごいですよ、ゲトロさん。あ、食べて。じゃあ一回食べて。はい、いただきます。あ、すごっ。ハチミツすごいね。甘い、甘い。ちょっと俺も食べていい？はい。これが見たかったですね。めっちゃ美味しい。ハチミツがブワッと一気に、で、チーズとやっぱ相性が、そのチーズのほのかな苦味を、はい、このハチミツでまろやかに、めっちゃ美味しい。お待たせしました。うわっ、あー、美味しそう。美味しそう。素晴らしい。アイスは自家製アイスなんで、ハチミツが練り込まれてます。アイスにも入ってるんですよ。で、上にハチミツもかかってます。で、中に、入れてるハチミツと上からかけてるのは別の、別です。わー、さすが。これはいいじゃん。あ、ほろっとシャリッとしてる。うん、どうですか。うまっ、うまっ。うまい。いや、ほんまこれトーストにまだ乗っかるって。うわ、めっちゃ美味しい。食べて。いいですか。じゃあちょっとトーストのせちゃおうかな。めっちゃ美味しいわ。はいはいはい、近くで。いただきます。あ、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。これすごいですよ。俺これほんまに、これマジでええんちゃう。ね、すごいですね。めっちゃこれ流行るぞ。めちゃくちゃ美味しい。シャリシャリ系のアイスですね。そんなもんですよ。マジでなんか持ち帰りなんかカップとか、うん、なんかしたらめっちゃ流行るんちゃいますこれ。めっちゃくちゃ美味しいです。あの夏祭り、どんどこ祭りもらった時は、うん、もう即完売で。そうやね。めちゃくちゃ美味しかったです。最高でした。最高です。ありがとうございました。よろしければ私たちの再式紙になります、はい、ありがとうございます。いや、本当に美味しかったです。ありがとうございました。さあ、続いてのお店なんですけど、はい、さっきのびっくり通りとはまた別の、そうですね、商店街、生駒駅前南商店街っていうとこが今現、サウスモールっていう商店街の名前に変わってるらしくて、はいはい、本当にそこで右パッと入るびっくり通りのとこなんですけども、はい、びっくり通りを出てもらって、はい、この通りが、はい、イコマサウスモールでございます。だからあのケンタッキーとかがね、はいはいはい、駅前のね、はい、ところですね。いいです。さあさあ、次のお店は、次のお店どこなんでしょうか。でもさっきのお店美味しかったね。めちゃくちゃ美味しかったです。すごいわ、イコマにあんなあんねやと思って。ほんまですね。なんかそのこだわりをこう追求するっていうのはなんかこうかっこよさというか、うん、入った料理だ。あら、またこれも地元おしゃれなお店が、かっこええやん。
現れました、ね、ここですか。ここですね。メニーカカオズ、メニーカカオズ、メニーマインズ、マインズさん、はい、どういう意味なの。ねえ、ちょっとそのお話も伺ってみましょうか、はい、じゃあ、はい、行きましょうか。お邪魔します。お邪魔しまーす。あ、ありがとうございます。あら、あら、オーナー様ですか。オーナーの中田です。あ、じゃあ、じゃあこちらでごめんなさい、ごめんなさい、びっくりしました。誰からも迎え入れられねえか。お見合いになりました。え、オーナー様の、オーナーの中岡と申します。中岡さん、中岡さん、お若いですね。33になりました。33でこの生駒の一等地でこんな大きいお店を。いや、深井様で皆さん、すごいすごいですね。メニーカカオズ、メニーマインズ、どういった意味、英語で十人十色の意味が、はい、そうめにか、そうめにメン、そうめにマインズになりますので、はい、まあ、それで十人十色みたいなのを表したくて、メンの部分をカカオに。なるほど、なるほど。カカオも、そうですね、そういった個性があれば個性が違うということなんですね。そうです。これでも、ちなみにそのお店はこうカフェ、カカオ、チョコレート、メインはチョコレートの販売になるんですけど、はい、まあ、店内でもカフェはカフェで、あの、身近に味わっていただきたいなっていう思いで、カフェのスペースも一応今11席はい、なるほど、させてもらってます。じゃあちょっとなんかおすすめの何かいただいてもいいですか。そうですね、ちょっとお、まあ、日本でもまだ100店舗ぐらいしかないんですけれども、カカオ豆自体を輸入してきて、そこからチョコレートまで、板チョコまで仕上げるっていうビントゥーバーのお店になります。おー、え、ここからこれすごい。そうですね、はい、チョコレートまで。まだね、そんな、なんかガンってくるとは感じないですけど、はい、まだ焙煎前の本当に乾燥させただけのチョコね、全然匂いとかもしない。こっから乾燥させたりすると匂いが出てきて、あの、実際に試食してそれを味わってもらえるようにこちらに試食ブースを置いて、ちょっとベーシックなもの、試食昔の、これが、あの、名前がメニーマインズ、メニーカカオスメニーマインズ、はい、十人十色っていう名前をつけてるように、あの、ぜひ味わって違いを感じていただくっていうのをメインのコンセプトにしてますので、まあ、ベターなのは70%、カカオ豆 70% と 30% だけ砂糖を入れた、はい、この 70% を今インド、ブラジル、ウガンダ、コスタリカの4州から作ってまして、はい、まあ、インド、アジアからインドで、南米でブラジル、アフリカでウガンダで、季節で今コスタリカを入れてますが、やっぱりカカオも作られた場所だったり乾燥方法によって味が違うので、まあ、それをぜひちょっと4種、70%、はい、でも100もあんねん。 100% って食べたことないですね。それはですね、70食べていただいてからじゃないとちょっと舌が麻痺してしまう。はーい、おもろ。へ、こちらもトンと、はい、こちらがブラジル、あ、ごめんなさい、インドです。インドの 70%、はい、あ、すいません、ありがとうございます。じゃあ、いただきましょうか。あ、え、あ、硬い。うん、あ、うん、美味しい。なんかもっとガツンでくるんかなと思って。はい、甘みも美味しい。はい、70% ハイカカオではあるんですけど、まあ、比較的甘さを感じていただきやすいかなと、うん、あれも余韻が、はい、後味が、ね、後味がすごい、なんすか、芳醇な、こう、美味しいブラックコーヒー飲んでみたいな、うん、香りが鼻からこうスーッと抜ける、はい、これがインド。インドです。インド、ブラジル。ブラジルです。そうか、すいません。いただきます。いただきます。はい。全然違う。すごい、全然違う。全然違う。面白い。全然違う。どっちかというとこっちの方が馴染みある味かな。本当ですか。でもなんか酸味っぽいのがありますよね。酸味も来て、馴染みはこっちの方があるもんですか。いえいえ。多分こっちに行くほど、はい、馴染みが出てくるかなと。へえ、でも、そうなんですね。酸味もあって、うん、なんか爽やかになってきて、だんだん最後にこうやっぱり
このチョコレートが、ね、濃く、ウイスキー飲みたいですね。これすごい、全然違う。恋しいわ。おもろい。ウガンダ、こっちに馴染みが出てくる可能性が高いところですか。これもですね、人によるんです。あの、この十人十色の名前をつけた理由のもう一つは、豆自体にもやっぱり個性が出るんですけど、この豆を食べていただく方の感じ方にもすごい個性が出まして、で余計なもう文章とか置いてないんです。なるほど。それを食べて私は漢方の味がしたってこのブラジルいう方もいますし、めっちゃいい。あの前書きで触れ込み書いてたらやっぱそうなるもん。いっぱいありますね、やっぱり先入観ね。やりてっすね。すごい。あ、でも僕もそれはめっちゃ大事だなって、僕もね、飲食店やってるんですよ。お寿司屋さん。そうなんですよ。めっちゃいる。だから何も言わずにやっぱり食べてもらって、はい、ね、たまに間違ったこと言ってる人もいてますけど。いや、やめてくださいよ。いやいや、これウガンダ70。はい。優しいかな。そうですね、苦味あんまりないかも。うん、苦味ない。なんか独特な味残りません、うん、香り、うん、え、なんやろこれ、なんやろこれ。ちょっとパンチきつかったんかな。そうですね、なんかそう思います。インド、ブラジルの方がパンチはきついかなと。ねえ、最初にガッとくる感じです。だからこう優しく、でも香りは独特の、うん、この2つは全く違う香りします。うん、なんのこれ、これ何ですか。漢方でも、ほんと先ほどなんかちょっと薬膳のような。あ、そうですね。そうしゃる方もいらっしゃる。ねえ、いや、おいしこれもおいしい、もちろん。うん、じゃあ最後コスタリカ。はい、すいません、ありがとうございます。いただきます。いただきます。コスタリカ、はい、うん、馴染みあるわ。はい、これが一番、うん、なんか今まで食べてきたチョコレートに近い、うん、チョコレート近い、うん、あ、でも食べやすいですね。全部上品、うん、これがミルクが入ってくるとより皆さんが食べてるチョコレートに近くなってます。これちなみにミルクは入ってないですか。これ砂糖だけですか。砂糖とカカオだけです。ちょっとウガンダのミルク、じゃあちょっと、はい、はい、すいません。ミルクが入るともっとマイルドになります。なるほど、ウガンダですね。うん、チョコレート、チョコレートですね。甘い、甘い、チョコレート。ミルクで全然変わりますね。ミルクめっちゃうまいな、うん、僕でも結構好みとしては僕ブラジル好みやったんですよ。あ、ほんまですか。僕ブラジルのミルク、いや、100いこうかな。かもう本当にカカオ由来のもの以外使ってない。はい、 100% ですね。 100% ブラジル 100% です。どうですか。あ、ほんとすごい。あの、苦味というか、うん、香りと苦み楽しむものなんですかね。味はやっぱちょっとこう、なんていうかな、タンパクとかこう、はい、ね、こう重たくないですよね。多分チョコレートのあれってこう砂糖やったミルクの味なんですよね。そうですね。なるほど、香りと苦みがやっぱりする、うん、あ、でもめっちゃさっぱりしてるわ。あ、へぇ、あ、美味しかった、勉強になりました。本当今日は本当にいろいろ教えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもうこれ、はい、はい、よろしければ私たちの再色紙になります。ありがとうございます。ありがとうございます。もうやり手のオーナー。いやいやいや、うん、おかげさまで、はい、いいですね。皆さんもぜひご試食にね。はい、はい、メニーカカオ、カオメニーカカオズ、メニーマインズ様、まあ、皆さん、あの、縮めてメニメニとか言って、あ、メニー、あ、いいですね。はい、いいかなと。もっと言うてくださいよ。メニメニです、メニメニに、1個前にすぐですんで、はい、ぜひとも、はい、ちょっとこの体験ぜひ皆さんにしてもらいたいです。していただきたい。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、どうでしたか。ねえ、あれ、ね、あれ服じゃなんか、どうした、なんかついてる。ちょっと取ってください。なんやこれ。
あ、これ地球のドラゴンボールをピッコロ大魔王が持った時のサイズのドラゴンボール。そうなん？そうなんってツッコミあるか？ドラゴンボール見たことないけど。っていうことは今日は、はい、ネタは、はい、今日はですね、カフェに待ち、はい、ちなんだ、ネタをさせていただきます。あら、いいですね。はい、コントっぽいことができそうですね。まあ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 、はい、落ち着いてください。じゃあ今日はじゃあこうカフェにちなんだネタをしていただけるということで、はい、じゃあ早速お二人に、はい、やっていただきたいなと思います、はい、お願いします。お願いします。あの、すいません、ちょっといいですか？はいはい、ごめんなさい、この新しくできたカフェに行きたいんですけど、ちょっと新しすぎてまだ地図に載ってないみたいで、ちょっと道わかんなくて。おお、僕わかりますよ。あ、ほんまですか？最近よく聞かれるんですよ。うわー、やっぱ人気なんですね。はい、そのカフェなら、はいはい、この道まっすぐ行ってもらったら、あの郵便局あるでしょ。はい、そこを左に曲がってもらったら、そこから 1,2,3 個目の信号を右に曲がってもらって、そしたら大きい木造建築の建物に出るんで、その筋まっすぐ行ってもらって、そしたら商店街があるんで、その商店街は抜けてもらって、そしたら大きい運動公園に出るんで、その筋まっすぐ行ってもらったら 1,2,3,4 個目の信号を左に曲がってもらって、ちょっと長いか。そしたら大きい木造建築の建物に出るんですね。え、それってさっきの木造建築じゃないですよね。違いますよ。あ、答えてくれんのよ。はい、そうだ、その筋まーすぐ行ってもらって。長いな。で、1,2,3,4,5,6 長いって。そしたらまた大きい木造建築の建物に出るんですね。ちょ、もうえって木造建築で、この建物は昭和初期の1930年代に建てられた。あ、木造建築の説明いいです。道案内してください。あ、だからもうその筋まーすぐ行ってもらったら、はいはい、もしもし、うんうん、どうした？うん、久しぶり。道案内中に電話出た？あ、そのカフェはね、その筋をまっすぐ行ってもらって 1,2,3 個目の信号を。電話でも道案内してる？そしたら大きい木造建築の建物に出るから、その大きい木造建築の建物が最近新しくできたカフェ。そうなん？え、じゃあさっきの私の木造建築。あ、それは違いますよ。答えてはくれんねんな。電話中の道案内中でも答えてはくれんねんな。うんうん、あ、もう着いた。うん、はいはい、また、うん、はい。近くおったんや、いいな。あの、一個いいですか？うん、そのカフェ、ここから結構離れてますよ。そうですよね。これ私が聞く場所間違えてますよね。2駅分ぐらい歩きますね。あ、だいぶ間違えてますね。それか、今から僕そのカフェ行こうとしてるんで、一緒に行きますか？最初に言ってください。さあ、はい、次回は、次回はですね、はい、10月1日の配信でございます、はい、なんとボトルシップ同好会さんというところにお邪魔させて。ボトルシップって分からへんかって。いや、そうなんですよ。これが、でもあの生駒のね、いつも控室で使わせていただいてる部屋に、うん、なんとボトルシップ置いてありまして、うん、ほう、あ、ボトルの中に船を作るっていう、そう、シップがピンとこへんかな、船のことやってんな。シップ船やろ、貼るやつやと思って。いや、なんか分かんない。ボトルシップってその、ね、ボトルとシップを足してると思わんかったよ、うん、あ、なるほどなるほど。ボトルシップって何やって思ってるけど、はいはいはい、そういうことね、はい、本当にもう、ね、すごい造形のものですから、喋れば喋る僕は頭回してシップは船ですよ、僕しか知らなかったじゃあその次回ボトルシップを、はい、作らせてもらうかな、かな、ちょっと作って同好会さんにお邪魔させていただこうと思います。はい、はい、じゃあ次回も見てください。どうもありがとうございました。サンキュー。